ちは空より高く、信じる気持ちは海より深い。生きるって難しいな、ならば楽しいを探しに We can change the
明日で見つかるはずないだろう。 Oh yeah。 会長の血にくぐれば夢見るサンクチュアリー。 Oh yeah。 ダルを知る者は酒を愛してるんだぜ。誰を知る者は飛ぶんだ座右の銘だぜ。だってるだってるだるだつだるだ。だってるだったつだるだつだるだ。君の答えを探したって見つかるはずないだろう。シラフジャツライトの目の目今夜はファイトで Oh Oh yeah。 何を知る者は世界を愛してるんだぜ。何を知る者は友が座右の銘だぜ。だってるだってるだるだつだるだ。だってるだったつだるだつだるだ。エッバリがいれば世に従ってロックンショーを愛も変わらずの今状況を。エッバリ誰もいい今が楽しげの笑いやをモトル入れちゃってワン・ツー・スリー・ゴーです。黒田道弘のレディオファントム。あー憂鬱ですよ、もう本当に。明日ワクチン接種2回目、まあ夕方打つんですけども、これをご覧になっている時、そして僕がお家で TV ファントムを今見ている時、絶不調だと思います。絶不調感を多分コメントで書くと思うんで期待しててください。はい、ということで、しばらく週1 TV ファントム始まりました。はい、いやなんかいいことなんですよ2回目打つのは。やっぱもうでもネットの情報を見たり、友達1回目ならなかった、俺の同級生も1回目何にも症状出なかったんですけど、2回目朝写真を送られてきて見事38度7分ぐらい、でも次の日ゴルフ行ってやんないつ最低だよ。はい、まあ覚悟を決めてね、接種したいなと思いますけども、はい、本日のテーマはですね、 ABC のスターティングオーバーの感想、そして羽田
ね、楽しかったですよねの感想、それと暑い日に食べたいおすすめ料理教えてください。ふつおたもです。ではふつおた行ってみようかな、これはさいたちゃんでございます。はい、今年は祖母の初盆ですが、実家へ帰れないのでうちはうちで、お盆飾りをちょっとだけ用意することにしました。最初は少量馬ね少量馬は、自分で作ろうと思ってましたが、たまたまネットで、少量馬ろうそくを見つけてそれを買いました。図画工作的なものが苦手だった私が作るとキュウリと馬のナスの牛も、打たれる気がしていなかったので結果、作らなくて済んでよかった気がします。グラス様作ったことありますかと。ありませんよ。はい、でもなんか近所毎年近所でね飾ってるところがあってね、だんだん日が経つにつれてそれがボロボロになっていくんですけどおばあちゃんとか やってたかな昔。ね、はい、あでも素敵じゃないですかこういうの売ってるんだ今、ね、でも作った方がなんか味があっていいんじゃない買っといてはい、それでは今日の1曲目です。ハミングバードです。どうぞ。君を抱きしめるたび怖くなるのさ、どこかに消えてしまいそうで、描いたイノセンス記憶の断片、何かが噛み合わないんだ。風は湿り出し空をまとい、嵐となり襲いかかる鳥籠の中に身を潜めて怯えているのは僕だ。愛に触れた羽ばたきを忘れた鳥はどこにも行けなくなって、綺麗なまま君の中で太陽が沈んでいく前に小さな翼を広げて愛に羽ばたけ。廃棄ガスの街が崩れた嵐の尻尾に夢のかさぶた、この世界を信じきれるか。不条理な森の赤い花は灰になって途絶えてゆく、甘い水をたらふく飲み干し甘えているのは僕ら。あるはずもない永遠を信じて、一体どれが手何が悪い、どれが終えば体からちぎれた心が伝わってしまう前に、小さな翼を広げて愛に羽ばたけ。羽ばたきを忘れた
こにはどこにも行けなくなって綺麗なまま君の中で太陽が沈んでゆく前にあるはずもない永遠を信じて痛いと出会って何が悪いと恨み合えば情けないくらいに君を誰よりも愛してるなら小さな翼を広げて愛に羽ばたけ聴いていただいた曲はハミングバードです。はい、あのオリンピックも終わってで甲子園がね始まりましたけども、いやまあ空いてる時は見てますね、うん、でやっぱ強豪校対強豪校っていうのはねもうたまらんですよ、うん、昨日かな横浜と広島新庄、うん、強豪校対決9回裏2アウトまで、広島2点リードしたんですけど、最後の1人1年生がホームラン打っちゃって大逆転っていう、俺叫んじゃった、うわーって、うん、ねえ、まあ、高校野球あれですね、オリンピックも面白かったし楽しかったですけども、実況する人がたまにうるさいとイラってするんです、僕、うん、なんかあと間違えてたりとかさ違うしとかもやる、うん、だけど高校野球の解説はまあ先生だったり元監督だったりとかアナウンサーも結構落ち着いてるので、うん、なんかゆったり本当にながらしながらね見れますけども、はい、それではスターティングオーバーねということで、単純に迷い星、これは誰だ、あやちゃん、はい、単純に迷い星と層が聞けるわーいとなっていたのですが、リンクの声がめっちゃ気持ちよくて、イモループがめっちゃかっこよくて、3人がやっぱりすごいと、羽田の期待もさらに高まりましたということで奥田さんの回復の話も嬉しかったです、はい、そうなんですよ、あのスターティングオーバーの時ね僕ね調子良かったんですよ、で多分気づかないだろうなと思うんですけど、僕自身はその日はねちょっと歌い方いつもと変えてたんです、あの気管の管をいつもだったらこうやってガバッてこう高い時とか上げ大きな声出す時とかこうやるんですけど、もう結構細めにしてヒュッてこうなんか力まないように、調子が良かった分ヒュッてこう声を出してた、僕すごい気持ちよかったですね、でそれを羽田でもしようと思ったら羽田なんかリハやってる時超鼻声で、今も鼻声ですけどうまくいかなかったっていうね、はい、そして斉田ちゃんはですね、カメラの機材に新しい武器が導入された影響なのか、ベリーグッタイムの、各サビの時がいつもに増して嬉しそう楽しそうな感じに見えました、フライハイでのサングラス、ハッピーバー77のミュージックビデオから始まってもう1年、そろそろはめなくなるのかなと思ってたら MC のキリがついにところで決着は、久田さんって律儀だよねと思いつつちょっと笑いながらはめたって言いながら見てました、本音を言えば、遠来早くやってってずっと思ってたけれど、コンプリートって面白いかもってやっと思えるようになったので、グランピーも楽しみにしてます、はい
1位というか、なんというか、まあさすがに黄色い T シャツはね、着れませんでしたけど、いや、なんていうのかな、昔そのアバラとかでも登場するときサングラスしたりとか、メガネしたりとか、なんか自分でそのショーに対して決めたことはやり通したいというか、もしかしたら書けない時もありかもしれません、僕が忘れたとかあの前後の曲で合わないなとかっていう時とかは、まあ、はい、ね、コンプリート、アピアでコンプリート、はい、したいなと思います。で、ヤスさんも良くなってきたし、ヤスさんが復活したら、まあ残りの ABC もそうですが、まあ何よりも、なんていうのかな、彼が僕の持ち曲で結構叩いて、楽しそうに叩いてるやつを、もしね、一緒に今度やるとき、チョイスしようかなと思いますけどね。多分ジャンピンダッシュとかなんか楽しそうに叩くんじゃないですか。はい、それではですね、羽田結構あるんで、ね、曲も挟みながら行こうかなと思いますね。本当ありがとうございました、皆さんね、来ていただいて。で、配信も参加された方もありがとうございます。はい。ね。あ、僕の悪い癖だな、癖というか、これも無理なのかもしれないですけども、どうしても目の前にいるも人に対してこう、キャッチしちゃうんだけど、やっぱ変えていかなきゃいけないなっていうふうには思いましたね。なんかちゃんと遠くからも見てるっていう人がいるっていう存在を、感じながら、どうしても目の前の人を笑かそう笑かそうとするはい、羽田ですね、あやちゃんでございます、昼夜公演と、3人のすごいを堪能しました、と配信もすごいと思っていた曲を、会場で見て聞いて生で感じたらもっとすごかったと、うまく言葉に表せないのがもどかしいですが本当に言ってよかったなと、で最後の You の迫力今まで以上に感じました、バンドライブではほとんどなかった MC の時間も久しぶりに、嬉しかったですと声を出して笑える日が早く来てほしいなと思いました、帰って配信を見ながら映像がすごく綺麗で会場では見られないアングルにとても、めちゃめちゃいいと、はい、釘付けになりましたというありがとうございます。まあ選曲に関しては、ちょこちょこやる曲も多かったですけども、やっぱりそれを、ね、MC でも言いましたが、生で久しぶりに皆さん堪能してほしいなと思って、まあ、特に You なんかもそうですし、レネゲートダイブもそうですし、あけびちゃんです、ありがとうございます。66以来の生ライブ約束を生で聴けて感無量でした、本当ずっと生で聴きたかったのでこれを聴けただけでも言ってよかったですと、帰る時は外は割と強風でしたが、湿気もなく涼しくて気持ちよく帰りましたということで、はい、天気もね、あの 2,3 日前天気予報見てたら、いや無理かな、無理っていうかもう台風来てるしみたいな、でだん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 ずれてってとかって、で、まあ、抜けてってで、夜公演の、まあ昼公演も大丈夫だったか。なんかその日もめっちゃゲリラっぽいのあったんですけど、ライブやってる時はね、まあ風はきつかったですね。展望台も行けなかったですし、残念です。僕のチケットとかにもなっている、あそこね、行って皆さんも見てほしかったですが、はい。ミカリンです、ありがとうございます。ハッピー様羽田、もうねウキウキが止まらなかったですよ、そこにいるだけで幸せ、未だに思い出してはニヤニヤしていますと、羽田っていう場所もテンション上げてくれますよね、ライブはもちろんすごく楽しかったけど今回 MC がすごく嬉しくて、どうでもいいことでいいから黒田くんのおしゃべりを聞きたかったみたいです、どういうわけだかかなりつぼりました、いっぱい笑ったから超元気になりました、ありがとうです、すごく素敵で心地いい場所だったのでぜひまたやってくださいと、はいね、MC ね、僕ね何にも考えてなかったのその日、まあ行きの車、若ちゃんとかには言ってたんだけど、そのライブファントムまあ66とかだったらさ、ほとんどMC なくてダダダダってやって、皆さんがマスクしててもね、別に僕の MC が受けようか受けまいかあんまりそんな時間もなかったですし、小ネタを挟むような、だけどアコースティックになるとどうしても、MC の時はちょっと笑ってもらってなんぼみたいなところもありますから、だからみんなマスクしてるしね、なんか僕も意地悪に
な京都人らしく行けずに絶対そのマスクの奥笑かしてやるみたいな感じだけは思ってたんですよ。であんまりネタをこう考えて用意してしゃべっちゃうと受けないので、もうそれ経験上なんですけどあんまりも何も考えずに、うん、いて、ね、いっぺちゃんとかバビちゃんとかもそのショーが始まるまではそんな楽屋でもそんな会話してないね。結構ねそこで喋っちゃうとね、あのテンション下がっちゃうんですよ、あの MC の時の、うん、そうそう急に方向転換するのが面白かったりとかするんで MC ってありがとうございましたそしてリエちゃんですね、昼夜公演とも参加しました。 LD キッチン LDH キッチン、本当にすごく素敵な場所でした。有観客のアコースティックライブも久しぶりでワクワクドキドキワンエンド聴けてめっちゃ嬉しかったです。直接ライブの熱が感じれて本当に幸せ、泣きそうでした、とありがとうございます。ワンエンドなちょっと言い訳させてもらっていいですか。ハープを間違えたんですよ昼公演ワンエンドあって、夜公演にレネゲートタイプでハープを吹かなきゃいけない、まあ、2本必要な C と D というキーがでね、リハの時間がなほとんどなかったんですよ、うん、でまあワンコーラスとある曲をワンコーラスやってとかっていう、うんね、やってない曲ももちろんありますけれども、で大体僕はリハの時って僕が最初仕切って、じゃあ上からやりますみたいな感じで進めていくのね。でもその日に限ってバビちゃんがなんか仕切り出していいんですよいいんですよ、バンマスだから、カメラとか大丈夫ですかとか、もうなんかあのなんつうの、そういうまあでっかい会場だしお客さんも入るし、カメラも結構スエピンもねたくさんのスタッフの方連れてきてたし、あとよその現場であのレストランのその手前ライブまでの間レストランね運営されてたので、そのスタッフの方々とかも手伝ってくれてもらってテーブルだとか椅子だとかね一応、うん、でいろんなたくさんの人がいるからバビちゃんも多分あのテンション上がったんでしょうね、なんか仕切り出してですね。では夜公演の方からリハやりますって言われたの、うん、俺は昼公演からやりたかったんですよで細かい、そういう細かいの結構大事だ、まあいいかと思って時間ないし、もうここでもじゃあ昼公演からやろうよって俺が言ってもちょっと時間もったいないじゃん、そういうのだから昼公演からバーって当たってって、で要はモニカを置く順番が逆になっちゃったっていうか言い訳です、すいませんで残りの時間リハのもう30分ぐらいしかないので、じゃあ昼公演やりましょうっつって、で昼公演も上から行くのかなと思ったら、ライブファントムの時とかもそうなんだけど、バンドでやる時もそうなんだけど、1曲目一番最後にやるのね、リハで。で2曲目、例えばジャンピンダッシュ2曲目だったらドッドッダースタンダラッタンぐらいまで行くわけ、1曲目終わってから確認して、でそうすると竿持ちの人たちのキーとかさ、そういうのも合ってるし、うん、照明さんだとかいろんな方だ、準備もやりやすいスタート、うん、でそれにしたんですよ、この間もアコースティックでなんかねタイミング違うなとか、まあまあいいんですけどね僕は間違えました、すいません。はい、ということで、はい、そのワンエンドは聞かせません。それでは、羽田ね LDH キッチンのライブからですね、昼公演もう実は収録しておりまして、はい、昼公演1曲目いきましょうか、グリーンアップルドリーマー、はい、久しぶりの登場感、黒田君がワクワクしてる感じだとか、そして2曲目はですね夜の方のレネゲートダイブです、どうぞ。抱いてめでて知れそれがすべてだ、
青いままのリンゴ、ここのリモートで日本、世界、宇宙、地球も来いよ。そんなバカなことも君と話したいな。大人のりだとか毒入りだとか、人の正義感は誰かを流す。同じことを同じ水に生まれた。君は君を今も好きで今強に、へこたれても逃げ出したっていいんじゃない。ただ明日はこの場所に戻ってこい。思い切って走って自分の運命にダイブ。僕は僕をやめるわけにはいかないから。 I'm just going now 終わらぬ旅は青い暇まで。だから行こうぜ。僕のはずっと永遠 Dreamer。 Oh yeahわからないよな。昔僕が好きでいたアパートくらいに、光見えることを誰かのせいにして、部屋の隅で膝を抱えないように。ゼロと一の間には無限の、君が知らないきらめきがある。果てなき空を羽ばたく鳥たちだって、大地で自由を勝ち取れず翼を得た。 I'm just going now 涙を力に変えるのは君しかできない。本気出そうぜ永遠 Dreamer。 Oh yeahJust going now 終わらぬ旅は青い暇まで。だから行こうぜ。僕のはずっと永遠 Dreamer。 Oh yeah! I'm just going now 涙を力に変えるのは君しかできない。本気出そうぜ永遠 Dreamer。 Yeah。 Thank you.
サビチューナイズ弱音の距離が渦巻く小さな部屋でサビチューナイズ僕らは狭むからだ舐め合う痛みをこらえと出会うように僕らは甘がれ You are the darling angel 白い質の海の底へと生きる証を確かめるために己のままに沈まれる愛情を気にし合って魂にしゃぶりついて抱き合おう白地の僕らの海に溺れるんだ旅路をライズ僕らを映す日々は荒れた鏡の中に旅路をライズ余計なものは何一つと映らない僕らが歩む愛の行方に答えなどなく偽りもないけれど Where dive and shine かけがえのないぬくもりだけを僕らは忘れ忍び子のように求め傷つけねじ込んでくわ欲望かすり合って理性に怯えないで泣き合おう希望に燃えるような道すららずともきらめくをあなたとは一瞬でいけるから聴いていただいた曲はグリーンポルトリーマーとレネゲートダイブでした。ありがとうございました。はい、いや暑い、あの甲子園始まったりとかもうすぐ24時間テレビ始まったりとかするんでちょっとまあ夏感が出てきましたけども、学生の頃は24時間テレビが始まるともうすぐ夏休み終わるななんて思ってましたけどね。はいはい、ともこちゃんです。ありがとうございます。こんにちは。配信で参加しましたと。羽田の夕刊を、本当に楽しみにしていたんだなーって分かるほど笑顔が溢れていて、おしゃべりも弾んでいましたねと、こちらにも嬉しさが伝わってきましたよ。約束、改めていい曲ですね。色褪せないし引き込まれる強さがあって良かったです。
渡月橋はメロディーが素敵で一平ちゃんのピアノ良かったです。何かのエンディング曲になれそうな曲だなと思いましたそして You 歌ってくれて嬉しかったです。次の日大事な日だったので背中押してもらいました。一瞬、カメラ目線になったとこめっちゃドキッとしましたよ。あ、そう、ありがとうございました。あ、まあ渡月橋はやっぱ難しいですね。うん、あと一平ちゃんが細かくいろいろバビちゃんにも指示して、まあ俺もそういう風な指示をちゃんとしてほしいなと思ってて、まあしっかりしてきましたね彼もね。うん、ね、約束はね、なんかその広い空を見ながら、うん、歌ってる時ちょっと赤くなっててほしいななんて思いながらも、うん、まあそこは天気は僕もコントロールできないので良かったですよね、はい。あとはなんかね、その言ってましたけど、なんか一平ちゃんの緊張がちょっとすごい伝わってくるの歌ってて珍しいなと思って、まあ俺もね、一平ちゃんのピアノみんな聴いてねなんてちょっと煽ってたからかもしれませんけど、まあ可愛らしかったです、はい。ちんくんこんにちは、あとそらちゃんです、はい。ものすごくかっこよかったですと、いつも配信で見てるけど生で歌を聴けるのがすごくドキドキしました。スマホの画面じゃなくて目の前にチン君やバビちゃん、一平ちゃんがいることを本当に嬉しかったです。ありがとうございます。曲も全部楽しかったです。特に渡月橋が聴けて嬉しかった。そしてサマパニを生で聴きながらチン君と一緒に踊りたいってずっと思ってたから最後に歌ってくれて本当に嬉しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、リアルのしのし、はい、ね。まあ、サマパニーはちょっと時間との、うん、兼ね合いでやるか やらないかっていう状態で、アンコール皆さんも声出せないですし、アンコールっていう形ではないなと思って、でちょうど、サマパニー歌う前に6分ぐらい残ってたんでギリセのジャストオンタイム終了みたいな楽しかったですね、うん、はい、ありがとう。長いよ、綾野ちゃんです。はい、久しぶりにメールします。ありがとうございます。羽田ライブ参加しました。緊急事態宣言中、ライブに参加していいものかと悩みながら、制限のある中、本当に楽しいライブ開催してくださってありがとうございます。幸せな時間を過ごせました。と。LDH キッチンは素敵な場所で、壁一面の大きな窓から噂通り飛行機と空と夜景が綺麗に見えてて、また自由に旅に行ける日が来るといいなと。そうですよね。まあ、あの日も、あれですよね、ちょうどオリンピック終わって先週どっかの選手ね、あの羽田に行くのに乗った人もいるだろうし、あ、成田にね、うん、あとは日本の選手でまた地方行く人もいたかもしれないですし、うん、ね配信ライブは楽しく参加させてもらっていますが、久しぶりに、間近で見る黒バビペトリオライブで今回一番強く感じたのは生ライブならではの熱ですね。音のボリュームがあるということではなくて、私の体がライブの会場にいられたからこそ感じたバビちゃん、イペちゃんとの演奏曲、リンクの素晴らしい歌声と圧倒的な音圧でした。ライブってこうなのよって、ねそれからアコライブならではの3人の呼吸感も言葉でうまく伝わってるでしょうか。文字通りじんじんと肌で感じる生ライブは最高を痺れました。そして目の前に歌ってくれてる生リンクの存在感キラキラ半端ないですと。ありがとうございます。いろいろ書いてあるんですけど、はい、まあ前はね、1年半、2年は経ってないか、前はこれが普通だったのにね、普通でいられることの大変さをすごく感じましたけれども、でも本当やれてよかったなと思いますし、まあやろうと思えばできるんですけど、まあそれはそれでちゃんと僕らもケアしながら狙い定めて、せっかくやるならちゃんとね、まあ会場ももちろんみんなが楽しくでき見れたなって感じてもらえるような時じゃないと、うん、はい、そらままちゃんですね、はい、羽田ライブ、ね、両方とも参加させていただきました。あ、違うわ、昼は会場、そして夜は配信と、はい、
とても素敵な会場で久しぶりの生での高速ライブ興奮しました。生で黒田さんの歌が聴けたことを私たちは声を出せずとも生で拍手やのしのしができることが本当に嬉しくて幸せな気持ちでしたと。プチ族コーナーの裸のダイヤモンドやワンエンド生の高速で聴くことが感じ、こんな感じだったとなんだか懐かしい感覚になりながら堪能させていただきました。そして渡月橋すごくかっこよかったです、生で聴けて本当に嬉しかった。緊急事態宣言中不安の中開催してくれてありがとうございます、はい、来てくださってありがとうございますね。見えましたよ、そらちゃんとママ、そっち、俺のそっち側にいたの、うん、あれ、立ってもよかったの、うん、まあ、微妙か、うん、ピコピコとかもタオル回せなかったっていうのも普通の人がね、みんな、うん、まあ、そうね、うん、ほくろちゃんです。はい、夜公演会場で、夜公演外の景色もだんだんと暮れてきて、素敵さが増していました。配信ページでご挨拶をしたけれど配信ではなく、会場でパジャマじゃなく、おしゃれしてだらけないので見てるのが夢みたいだなと改めて思いました。会場でもパジャマでもいいんですよ別に。窓に映る姿を見たり会場ならではの楽しみ方をできて良かったです。台風の影響で交通機関飛行機が心配な状況でしたが無事に、参加できてきたかった紫も生で音の圧力を、味わえて本当幸せな時間でしたと、印象に残った場面はですね、ピコピコでタオルを回せなかったこと。回せないのは分かってたのですが、いざやろうってなって回せないんだって確認されると、なんかすごい残念に思えて、精一杯指一本ね、くるくるして笑って楽しみましたが、次はタオルを回せますようにと、はい、昼夜セットリスト書いていただき大変だったと思いますが、ね、最高でした。まあ、昼夜変えるのはもともと俺が、あの太田さんはよく一緒でもいいよみたいなね、何曲か一緒でもいいよと、なんか俺がこうやっぱ両方とも違うもので楽しみたいなっていうのもあったし、うん、昼しか来れない人もいるし、なんか夜しか来れない人もいるし、その両方になんか特別感を、うん、まあ昼もいつの日か見れるですよね、はい、ね、ね、うん、はい、アイリンちゃんです。ありがとうございます。昼公演と夜公演参加しました。本当は LDH でランチを食べて展望デッキで飛行機と空を激写の予定でしたが、台風の影響で展望デッキはね、閉まってましたね、と、ランチはラストオーダー間に合わず、それは調べてこい。コロナ禍のせいでレストランがかなり早めにクローズのためにゆっくり食べれなかったのが残念です。でも雨には降られずに済んで昼公演を窓、岩から滑走路が見える最高のロケーションでしたと、はい、ね、昼夜公演とは違う気候で2度楽しめましたと、はい、夜公演の紫では久しぶりにリンクの舞が堪能できてよかったです。ピコピコではタオルが回せないのをクロリンが知らなくて急遽手で回す振りでエアタオルでの、はい、ピコピコになりましたね。イページャーの聞きやボケは今回は一番の歌詞を間違えたと思ってたクロリン、クロリン間違えてないよ、え、クロリン歌詞間違えてんなよとのツッコミ、あ、ごめんなさいね、はい、あの間違えてないって終わった後に言ったんですけど、あれ間違えてました。はい、ありがとうございます。まさに生ライブここにありでしたねと、はい、ありがとうございました皆様、はい、ね、まあ今回来れなかった人も噂によるとまたやるかもしれないらしいので、はい、ぜひぜひ参加してやってください。はい、それでは、お、久しぶりだこの曲、夏なので聴いてください。イージーバズーカーどうぞ。
乾いた喉を潤すほどの肩つるしない悲しき息もつかせない確信に感じない足まない予感を抱いて違って怖がって流れた季節がもったいない弾かせの未来へ知らに来いなら You can not fight on もって Should try, try, try 胸焦がし女神の口づけをシャシャリ出て気持ちでファイトでちょ見てハートで沈められしないぞ Should try, try, try 太陽をも笑う危うい季節の Show it up そこは市販のサプリじゃ補えなくてかろうじてバカなフリーズじゃ当たり障りない過ごせる Everyday やらかして致命傷になる前に手を打って知らなかった気持ちがやらない打ち込め情熱を知らに来いなら You can not fly no more So try, try, try天使と悪魔の声にフラフラフラつかされないで洒落た態度で足をすくわれんぞ So tight, tight, tight 簡単にしましょない謎めく季節の Show it up 迷い込んだ真夏のロンビーリスに慌てて答えを探すんだ狙い定め腰の想い放て何恋なら You can not fight no more So try, try, try 胸焦がし女神の口づけをシャシャリ出た気持ちで湧いとってちょ見たハートじゃ仕留められやしないぞ So try, try, try 誰も真似できない最高の明日へ知らに恋なら You can not fight no more So try,つかされないで洒落た態度じゃ足をすくわれんぞ So tight, tight, tight 太陽も笑う危うい季節 Now Show it outはい、聴いていただいた曲は Easy Bazooka でした。ありがとうございました。フロードバンドかっこいいっすね。はい。それでは暑い日に食べたいおすすめ料理を教えてくださいということで、そらままちゃんでございます。はい。辛いもの。かっこ、山椒系のピリピリではなく、唐辛子系の辛いものが好きですと。ところてん。酢醤油でさっぱりと。あれ、美味しいっすか？蜜、あの地域によって違うもんね。蜜だったらなんかおやつ感覚では分かるんですけど、通常で食べるのって美味しいなあとね、あのこれすぐねダメなんだけど、
これ英語があんのかなとかってすぐ考えちゃうんですよ。そうなんだよね。はい、冷ややっこ、美味しいですよね。塩で食べるかわさび醤油で食べるか、両方いいっすね。あの大人になって、まあ昔嫌いだったものとかもう食べれるようになるじゃないですか。僕なんかみょうがとか、すごい今好きなんで、で焼こうと、食べますね。あとは夏になると自分好みの、酸味でピクルスを毎日作っているので、おーいいね、ピクルスも美味しいよね。ピクルスも嫌いだったんです昔。オクラやパプリカ、プチトマト、夏野菜、たっぷりのピクルスを毎日食べています。いいですね。あのこの間もらったヘベス、あれ一番いい、あの摂取の仕方調べたら、芋焼酎に、まあ、ソーダ入れて、これあんまり芋焼酎割らないんだけど、ソーダでそれにヘベスを垂らすと一番うまいってネットに書いてあって、あのね、なんでうまいかというと、その同じ土地で採れたものと一緒に取ると一番美味しく感じるって、なるほどと思って。あ、じゃあということは芋焼酎20度の方か、黒切り20度買って帰ろう。はい、グヤさんは夏になると食べたくなるものは、まあ一番やっぱ枝豆ですね。はい、マキちゃんです。はい、ベタですがそうめんですね。麺つゆもキンキンに冷やして、麺は氷水で締めて、わさびと最低限の薬味のみでいいと思います。麺の料理は家で作ると中途半端なものになりがちですが、そうめんだけは自分ちの部長です。うん、イボの糸一択。なるほど。なのですが、去年スーパーの激安そうめんでとても美味しいものがあったので探してます。まだ見つからず。あ、なるほど。手延べ、この間テレビ見たの忘れちゃった。あれってそうめんの太さで名前が変わるらしいね。ただそれだけなんで、材料は全部一緒だから。はい、そうめんも美味しいですよね。ありがとうございました。ということで、僕もまあ皆さんからの羽田の感想をいただいて、まあ嬉しかったですし、やれたことを、まあ僕だけじゃないですけど、まあ小野さん含めスタッフの皆さんもちゃんと頑張ってくれて、もちろん会場のね方もすごく助けていただいて感謝しておりますよ。はい、また、はい、やりたいなと思っているので、ぜひぜひ遊びに来てください。で、この番組の後に羽田のリラン行いますんで、そちらもご覧くださいよ。で、来週は8月22日パニニですね。はい、8月にお知らせとしては、8月17スターティングオーバー、のリラン、はい、そしてパニニ黒ペーシモキタ、まあ、あのラジオの時間ちょっと未定ですんで、はい、また、ツイッターやらで報告したいなと思っております。はい。ああ、憂鬱になってきた。ちょっと明日から、まあ、また腕も上がらないだろうし、熱も出るだろうし、野球もできない、ゴルフの練習は、この後練習していこう、これちょっとゴルフの練習しよう、当分できないんだから。はい。まあね、僕もやっぱこの間離れてでも感じましたけど、やっぱ僕すごい飛沫あるから、やっぱ歌うと、まあ2回打っても、まあ、コロナにはなるんですけど、まあ、重症化は避けれるということで、まあ、気合い入れて、ね、注射打ってきますよ。はい、ね、それではラストはですね、渡月橋です。お相手は黒田道博でした。また来週。なんかもう考えるだけでこっち痛くなってきた。
約束ララララララずっとねララララララ一緒にいようね。祈りながら終わらない方法過去のまま
君を抱きしめるたび怖くなるのさ、どこかに消えてしまいそうで描いたイノセンス記憶の断片、何かが噛み合わないんだ。